素人格闘家丸太です。はい、ブレイキングダウン6オーディション行ってきました。今回は参加者ではなくて、喧嘩を止める役で、行ってまいりました。もうスタッフですね。はい、2回3回4回と、ブレイキングダウン出させていただいたんですけども、なかなかこうオーディションが盛り上がるにつれて、ちょっと僕煽り合いとか無理だな、喧嘩無理だなみたいなところがありまして、もう今後多分何かなければブレイキングダウン出ることないんじゃないかなと思います。はい、ただですね、ブレイキングダウンにはすごい恩があるので、ブレイキングダウンに対して何ができるかなと考えたところ、このオーディションの喧嘩を止めるという役をしに行きました。で、このオーディションの中でどの喧嘩が仲裁がめちゃくちゃ難しかったかっていう、そのレベルをつけていきたいと思います。喧嘩仲裁レベル、仲裁が難しいほどどんどん上がってきますので、お付き合いください。ちなみに今回の、森田さんと、参加者の方の喧嘩は仲裁レベル1ですね。ガッと掴んだらスッと剥がれて、でとりあえず座ってくださいって、お願いしたらすぐ座席に自分でスッと行ってくれたので、今回の喧嘩の仲裁レベルは1です。はい、どんどん多分エスカレートしていくので、どんどんレベルが上がっていくのも、お楽しみください。そうですね、はい、今回のオーディション過去一で、激しかったんじゃないかなと思います。はい、レベル多分10くらいまでは上がると思いますので、皆さんこの喧嘩をどうやって止めるのか、どのくらい難しいのか、どんだけ激しいのかっていうところをですね、喧嘩仲裁レベルと同時にお楽しみください。はい、以上、素人格闘家丸太でした。トゥース。